うわ、この起動したこと自体に感動しました。何十年ぶりだ。うわ、B ボタン効くから A ボタンが効かない。スペースキーが攻撃なのに効かないぞ。せっかく動いたのに攻撃ボタンが押せません。いや、懐かしいな。ちょっと時間があまりないんで、懐かしさを味わうだけです。生まれて初めて買ってもらったゲームだから、何年前か、軽く20年前か。攻撃ボタンが押せないってないか。というかスペースキーを押しても攻撃しないから、ジョイパッドが壊れてるわけじゃないんで、スペースキー自体が A ボタンとスペースキーが壊れてる。なんじゃこれ。とりあえずこれは終わり。次行ってみましょう。ハッシュギーね。この MSX の A1 っていう機種のイメージキャラクターなんですけど、これを知ってる人なんているのかな、世の中。1987年、まあ2011年、すごい前だね。あ、これは映画聞いた。ドラキュラだけ A ボタンが、攻撃ボタンが効かなかった。これちゃんと遊ぶ。普通に遊べる。これ音楽を覚えてます。多分この映像を見てる人も、これ世の中にも一体何人ぐらいいるんだろう、これを知ってる人が。アシュギーね。MSX2 の本体、パナソニック A1 っていうのを買ったんですけどね、それのイメージキャラクターがアシュギーね。で、このキャラが CM にも出演しててかっこよかったんで、YouTube で探せばあると思う。その CM を映画館で見たときはもうめちゃくちゃ感動だった。しかもそのアシュギーのなぜかビートたけしが演じてるって変な噂もあった。今のゲームは面白くなりすぎたね。こういう頭の痛くなるようなわけわかんないゲームの方が良かった。こんなもんやるぐらいなら外で遊んだ方がマシだ。なぜかワープする。で、この頃の印象が、ワープっていう漫画を描いた思い出がある。音楽はなかなかいい。でも当時のファミコンよりね、音源がなんか、FM 音源ってやつね、すごかったね。だからこの MSX2 でメタルギアも登場したし。私ほんと小学生の頃にこのゲームをやってて、その後もちょくちょく引っ張り出してはやってたけど、その引っ張り出して
押し入れとこから引っ張り出してやったのも、前のは確かもう多分、中学生ぐらいになると思うね。で、これをやってた頃は小学生頃だけど、その後にちょくちょくやってたのも中学生頃ってことは、やっぱこれはもう10年、軽く10年ぶりにはなるね、このプレイは。で、今30代で中学校の頃が、14ぐらいだから、20年ぶりってことだよ、すごい。ちょっとこの辺で時間がないんで次行ってみましょう。手元にあるのはあとはね、これやんなきゃいけない、これこれはだいぶ後の方に買った。この音源はすごい。それでも1980ぐらいか。あら、なんかコナミのゲームだけ A ボタンが効かないぞ。アクションボタンが。ゲッ、変な壊れ方だね。なぜかコナミのゲームだけが A ボタンが効かない。で、 A ボタンの代わりになるキーボードのスペースキーも効かない。なんじゃこれ。進まない。すいません、これ終わり。じゃあコナミのゲームがなるならダメならこれやるから、これしかないだろう。これはもう相当何度もやり直してたけど、最近になってはやっぱ久々だからやっぱ20年ぶりになるかな。ほら、バグった。ほっ、バグったというかカセットが認識されず普通の本体の画面になっちゃった。いろいろベーシックとかもねできたんで、さすがに起動しないかな。これはホコリがもうすごくて。起動しない。高橋名人の冒険島ってのをやろうとしたんですけど、あまりに埃がすごすぎて。さっきのも普通に動いただけでもすごいんだけどね。さっきの動いた。はっ、これやっぱほら A ボタンで普通にジャンプできるし、 B もなんでコラミのだけ壊れてるの。しかも変な壊れ方、 A ボタンだけが壊れる。やけにボス戦の方が渋いね。ファミコン版の高橋名人冒険島知るだろうけど、この MSX 版の高橋名人冒険島あまり知ってる人いないんじゃないでしょうか。うちの親はファミコンを、ファミコンがダメなものっていうことを知ってたからファミコンを買ってくれなかったんですよ。なのになぜかこの MSX をその当時に買ったという。何か興味が湧いたんでしょうね。パソコンっぽいし、そのせいで当時はファミコンじゃなくてこの MSX をなぜか俺と弟がやってたんです。その後結局はファミコンは買うんですけどね。あれはこの MSX 持ってた頃が小学校1年から3年ぐらいまでの間かな。でそこから3年、小学校3年以降ぐらいあたりに結局ファミコンを買うんですね、親父が。で、確かあれはあの株のゲームが出ててその影響だったと思う。で、その時に初めて買ったファミコンソフトが株のゲームじゃなくてファイナルファンタジー2だったんです。だからあれが生まれて初めての買ってもらったファミコンゲーム、生まれて初めて買ってもらったゲーム時代はこの MSX のさっきあった悪魔城ドラキュラだけど、ファミコンで生まれて初めて買ってもらったゲームはファイナルファンタジー2。あの感動的なオープニングは当時びっくりしました。で、結局その株のゲームのためにファミコンを買ったのに、その株のゲームは結局買わないまま終わったっていう。そして今に至るわけです。
までゲーム好きだったのも全ての原点はこれらのゲームにあったのかもしれない。その親父をそろそろ迎えに行かなきゃいけないから、駅まで迎えに行くからちょっとそろそろ仕事が終わるみたいなんで、もう一丁だけゲームやって終わりにしましょう。最後はなんだ、ほとんど残ってないの、懐かしいゲームがね。これは動くんだろうか、これは。箱が腐ってますけど、ね、うわ、ほこりがほこりがすごい。うお、動いた。なんでこんなゲームやってたのか。そしてキーボード全く認識しない、ジョイパッドも認識しない。なんかゲームによって変な壊れ方をしてますね、これ。コントローラー、なおかつキーボードまで反応しないとどうしようもない。デモ画面だけどうぞ。あれ動いた。いや、十字しか認識しない。なんだこりゃ。ダメだ。じゃあ最後まだ時間はある。ホーリーワンスペシャルはどうか。いいとこでパワー外すとドゥーってなる、あのゲーム。動くか。動いた。これも春研究所といえば、今では星のカービィとかを作ってる会社です。これもよくできたゲームだったな。動かない。あー、くそ。デモ画面が始まっちゃいました。お、勝手に始まったみたい。しかし効かない。あー、動くのはいいけど十字が効かない、コントローラーが効かない。もったいないね。動くのだけはすごいんですけどね。ジョイパッドが効かないだけなら、ジョイパッドをね、売ってるか分かんないけど、新しく買えばいいけど、キーボード操作も壊れてるってことは、もう、本体自体が壊れてるんだ。それはもうどうしようもないです。見れただけで無理でしょ。さあ、この R タイプ。これなんと R タイプと。もうデモ画面か、これ。これ、ちょっと。始まってるし。勝手に波動砲が、なんか、やっぱなんかどっかが、ボタンがへこんでるのかもね、勝手に。でもへこんでることもないけど。やっぱ本体がどうやら壊れてるみたいです。別にキーボード、キーはへこんでないのに、なんか。キーはへこんでないのに、押した形になってるみたい。これも R タイプ、PC エンジンでは R タイプ、1、2って分かれてた。その1、2が一緒になった。凝った。ゲームだったんですけどね。R タイプ。さあ、ちょっと呼び出しかかったんで、ちょっとお父さんを迎えに行ってきます。懐かしき MSX、一応動いた。でも、操作ができない。